中君は傘使う？傘はそれ使いますね。どんなの？どんなの、うん、あ、でも折りたたみ傘ですかね。それこそコンビニで買ったようなやつですけど。あ、なんか無地の。あ、そうです。黒の。特にそうですね。何の柄もない。吉田さんは？傘はなるべく持ちたくない人間か。はい。小雨ぐらいだったらもう持っていかない。え、本降りになったらどうするんですか？本降りになったらもう諦める。諦める？え、それ仕事の移動中だったら？仕事の移動中はだからもう忍者のように、その店先のそのこの屋根があるところだけ。もうそんな警戒には行けないでしょうよ。だから地下で、ね、地下で移動する。地下で移動する。そうそうそう。まあそうですね。地下があるところだったらいいですけどね。もうでもどうしてももうやばいなっていう時はもう買うけども、もったいないなと思いながら。あ、そうですね。じゃあ持ち歩いた方がいいですよ、それは。いや、邪魔なんだよね。まあ折りたたみぐらいがやっぱいいですよ。両手やっぱフリーにしときたい。まあそれはもちろん僕もしたいですけど。何かあったらいいね。え、カバンはどういうの持ち歩いてるか？結構基本肩掛け。肩掛けか。そう。じゃあ折りたたみもちょっと。まあもうね、持ってるに越したことはないんだけれども、うん、まあ梅雨かな、今のね、これやってるぐらいはもう。そうですね。ねえ、6月の中旬ぐらいですかね。中旬ぐらいですね、うん、中旬っていうか、まあ11日か。はいはい。皆さんもね、雨に濡られて風邪ひかないように気をつけてください。はい。この時間は僕たちがゆるーく釣りやアウトドアにチャレンジする番組、こいつにその事前告知をする配信番組です。はい、この2人で明日放送の内容をお知らせしつつ、その裏話や楽しみ方なんかをのんびりお話しします。さあ、早速明日放送のこいつりですけれども、はい、まあ、今回小林雄介さんと西山幸太郎さんにゲストに来ていただいて、はい、海釣り会後半戦でございますね。はい、見事ね、大量のアジをね、釣りまして、でみんなで魚拓を、ね、取ったりなんかしてね。はい、で今回は、まあ、最多の5人でその釣ったアジを料理したわけですけど、どうでした？いやー、まあ、でもアジめちゃくちゃ美味しかったですけど、うん、そのいつもだったら、うん、その釣った魚を、うん、なんかよくトキさんがさばいてくれたりとかしてたじゃないですか。そうそうそう、料理長ね、料理長が、うん、それを今回、うん、あの料理長に指導を受けながら、そう、我々もねちょっと今回はね、なんと魚さんをさばいたりとかしてます、だから本当そこも相まってさらに美味しく仕上がりましたね。トキ美味しい、面白かったな。何ですか？何ですか？魚さばいてる石が面白かった。なんかしました？なんかプルプルしてる。いや、そんな一生懸命やったんだからいいでしょうよ。自分がスムーズにいったからで、なんかまあ、ね、ゲストの2人といろんなこう、真面目な話だったりとかね。あ、そうですね、いろいろしていきましたね、ここを食べながら、はい、はい。さあ、そんな声釣り第10回明日、ね、明日放送です。ぜひ皆さんご覧ください。はい、お願いします。声釣りこいつりクイズ！ペペー！番組で紹介された釣りの知識などをクイズ形式で振り返ります。はい、しかし、先にミニゲームをクリアしないと回答権を得ることができません。はい。そして、クイズに答えられなかった人は、体にいいお茶を飲んでもらいます。そうなんです。まあ、今回も前回同様ね、この釣りゲームで先にお魚を釣り上げた人が回答権を得られるということで。はい。はい、魚以外のものを釣ってしまったらもう一度釣り直し、釣り直し、魚を釣っても問題が答えられなかったら釣り直し、釣り直し、はい、前回2人仲良くお茶を飲みまして、いや、あれちょっと難しいよ、いや難しかったですね、1問目であれはちょっと、いや、なんでなかなかえぐいなと、今回どんな問題が来るのかちょっと分かりませんけれども、ララ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 、それでは問題お願いします。お願いします。でね、はい、煮釣り目からの問題、はい、釣りをしていたらたまたまばったり釣りに来ていた声優さんと出会いました。誰だったでしょうか？これは簡単ですね。よーい、スタート。ブーン、絡まってるぞ、おい。いやちょっと待って、絡まって、やばい、
ちょっと、おい！いやいや、ちょ、まあ、それは、それはちょっとまあ、やめましょう。でも、なかなか釣れない。あクッソ、クッソ、あー、釣れた。イエーイ。はい、山口智博くんです。イエーイ。あー、どっ、あれあれあれ、プライベートです。プライベート、お兄さん、山口くん、山口さん、ちょっとプライベートなんで。いやいやいや、もうやだ。しかもなんかピンポンの音濁ってませんでした今。めちゃめちゃ濁ってるし、もうランラ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 。じゃあ通そう。いただきます。盛りすぎだって、そのリアクションが盛りすぎだって。ランラ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 。でね、3釣り目からの問題。ケンさんを迎えたこの回、師匠永井さんの授業で魚の口に針を引っ掛けるフッキングを学びました。魚がルアーに食いつくアタックタイムは非常に短いことから、永井さんが行ったフッキングのアドバイスは何でしょうか。あ、永井さんが言ったか。永井さんが言ったフッキングのアドバイスは何でしょうか。まあまあまあ、はい、いきます。知らない。よーい、スタート。あー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 だ、なんでだって。消化して、おかしい。なんだっけ。え、だからすぐ上げて、もうまた、なんだっけ。わかんないな。なんだ。アタックタイムが短いから、無理にチョンってきた時にグッて引くんじゃなくて、なんかそのままこう、ずっと同じ速度でゆっくりこうリールを巻くってことじゃないですか。ほらやった。よっしゃ。ランラ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 。いただきます。いやもう早いんだって白井さん。いやおかしいね。なリアクションなさすぎでしょ。逆にゲームはここまでですね。ここまでいろんな現場経験してきて、このリアクションはさすがに。いやまあそうですね、1対1ということで。いや今回はまあドローという感じでした、ね。まあそうですね、次回はどうなるんでしょう。おさあ、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。ではここでいろいろお知らせしていきましょう。はい、ブルーレイ &DVD 第1巻が6月21日に発売されます。10月15日にはイベントを開催します。こちらホームページをぜひチェックしてください。お願いします。そして声釣りのオープニングエンディングの CD も発売中でございます。ジメジメしたこの季節に皆様の癒しになるような2曲なので、配信や CD でぜひ聴いてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで今日はね、振り返りながら、はい、クイズもやってきましたけど、どうでした。どうでした。まあでも白井さんが本当にセンブリチャー得意なのか、我慢して無表情でやってるのか、まあ、どっちなんだろうなっていうのは、ちょっと気がかり。気がかり。まあそれはぜひ、じゃあこの先ね、この先あの答え見極めて、ね、ああ、わかりました。まああと、こうやってて思ったんだけど、はい、急にこのゲーム、シーズンってただ、いや、うるさいな。この釣りゲームで一回も俺先手を取られたことない。うるさいな。シンプルに下手って言ってくださいよ。釣りのセンスがない。うるさいな。さあ、ということで今回の番組はここまででございます。はい、明日の本放送の声釣りをお楽しみに。バイバーイ。あっし